皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました東京都品川区立品川歴史館で学芸員をしております富川と申します。本日は短い間でございますがどうぞよろしくお願いいたします。私がこの劇場に来ましたのはですね、先ほどちょっとご紹介ありましたけれども、関するのはですね、世界遺産登録をされた時です。世界遺産の登録が数日遅れたかと思いますけれども、遅れによってですね、その決定的な場面に立ち会えなかったという数日、2日ぐらい前に、帰らざるを得なくなりましてですね、その決定の瞬間をここで目の当たりにすることはできなかったんですけども、まさにその会場で今日、自分の専門のお話をさせていただけるということで大変ありがたく思っております。この中でですね、なかなか世の中が落ち着きませんけれども、山下市長様をはじめ、国市の関係者の皆様、のご尽力によりまして今回の講演会、対面での開催に至りました。オンラインであるかなと思いましたけれども、対面の開催をすることができて、講師としてもとてもありがたく存じます。それではですね、今日も早速お話に入らせていただきたいと思います。まずはですね、お手元の資料を確認していただきたいと思います。クリップで止められているかと思いますけれども、A4 版両面刷りのですね、本文のレジュメ、今回のタイトルが書かれております本文のレジュメが、一番下のページ番号で言いますと8ページ目までございます。で、そこに続きまして A3 版三つ折りということで資料編、古文書を活字に起こしたものがくっついております。そして、A3 二つ折りで2枚ですね、図の1と2ということで、古代を作った時のですね、構築資材の文物をご用意いたしました。そして最後は台本の年表ですね、本日の主人公の一人であります江川秀達の関わりから、年表化したものでございます。文字が多くて恐縮ではございますけれども、基本的にそのレジュメに乗っかっております文字に関しましては正面のスクリーンに全て落とし込んでございますので、正面のスクリーンをご覧いただきながら、お話し聞いてくださればと思います。それでは、二代目柱講座、代官江川秀達が見た幕末、品川代官と二代目柱築造の顛末、始めさせていただきます。お代官ないし二代目柱のですね、できる前前史といいますか、そこを少しですね、お話をさせていただきたいと思います。一番といたしまして、様式外貨と反射炉の誕生ということで、どういう経緯で誕生してきたのかということですね、触れていきたいと思います。韮山と佐賀の技術交流がもたらしたものになります。1840年代のですね、イギリスと戦争、アヘン戦争になりますけれども、そのアヘン戦争の結末、清国が敗北したという結末がですね、幕末日本を大きく動かしていく、大きな要因になるわけです。アジアのですね、植民地化をヨーロッパの各国が進めてきているんですけれども、特にイギリスの矛先が清国、日本というふうに向いてきておりまして、その清国が敗北を喫したということがですね、当時の鎖国下にありました日本にとっては大きな脅威になったわけです。この脅威に対抗しなければならない、強力な軍事力を持ったヨーロッパの各国、あるいはアメリカ、欧米ですね、その軍事力に対して、日本を守るためにどう用意をしていけばいいということを当時の人たちは必死になって考えていたわけです。守るためには相応の準備が必要であり軍備が必要であるということで、ヨーロッパの知識を得ながら台場そして反射炉を作っていくわけですね。
で、長崎はですね、鎖国体制下におきましては、唯一の国際貿易港になっております。横浜開港によって港の数が増えるんですけども、幕府の、徳川幕府のですね、管理下においては長崎が唯一の国際貿易港ということで、この長崎を通じて、ヨーロッパの文物というものが輸入されてくるわけです。で、1828年頃からですね、長崎町戸市よりの高島市郎外流式庵、これは高島秋帆という名前で有名かと思います。江川秀康の後日の師匠ですね、彼がヨーロッパの書籍蘭書をオランダを一文字表していた、オランダを通じて輸入されてくる書籍を総じてですね、蘭書っていうんですけども、それと武器類を、輸入してきたのが大きなきっかけになります。で、これは諸外国の圧力に対する手段、解放強化のためとなりますね。で、高島秋帆だけではなくて、当時の幕府の中枢部、幕府老中ですね、彼らも注文をしていきまして、異国船、既に打ち払い令というのが発令されておりましたけれども、そういったものでありますとか、アヘン戦争の結末などが、影響をしてきております。で、幕末の砲術といえば、西洋流の砲術ということになるんですけれども、西洋砲術、言い換えますと、高島流砲術ということになりまして、秋帆、不死がですね、長崎で始めたものが、最初ということになります。で、それまで、日本にありましたいわゆる和流の砲術、伝統的な和流砲術とは異なる専用式の戦術の導入ということで、大きなきっかけがここで生まれていきます。で、高島秋帆だけでは、一人だけではですね、どうしようもないわけです。彼らの教えを受けた弟子たちが教えを広めていく、砲術を広めていくことによって、日本全国で解放の意識が高まっていくということですね。で、高島秋帆は長崎におりましたので、いた時代には、九州諸藩にですね、砲術を教えていくということで、熊本、佐賀、などのですね、有力諸藩に、西洋流の砲術が展開していきます。で、一方、関東への伝播に関しましては、江川秀達もそうですけれども、同時期の幕臣であります下染、金三郎というですね、幕臣がおりました。彼らが、高島秋帆から直接指導を受けることによって、一気に広がりを見せていくということになります。こういう西洋流の砲術、そして、何かですね、砲術を、生かすには大砲が必要となりました。その大砲を操作する技術が砲術なので、そういうことで、砲術とですね、大麻、そして大砲を作るための反射炉というものは一体のものです。どれを切り離しても防具は成り立ちません。これが一体のものであるということ、ですね、ここが大事でございます。そして、高島流砲術、いわゆる西洋砲術に似合う様式の大麻、この様式の大麻というのは、ヨーロッパの築城書をテキストに設計をした、台湾、それを様式台湾、いわゆる様式台湾というわけですけれども、そういうものが作られていきます。そして反射炉の設計と築城というふうに時代が進んでいくわけでございます。で、そこでですね、江川秀達大官と佐賀藩主安倍島成政の交流というところに話を進めてまいりたいと思います。なぜこの2人が技術を交流することによって日本の解放強化が高まっていったのか、意識が高まっていったのかという話ですけれども、これはちゃんとした理由がございます。まず江川秀達、江川家というのは、この平山町で、長い間大名されてきた世襲の人ですね。その、一人であります江川秀達というのは、ちょうど江戸時代後期の大官です。ヨーロッパ、欧米の脅威が高まる中で大官になった、人物です。で、彼は特に対外危機に対する意識が高くてですね、ヨーロッパの知識を吸収していくことに非常に貪欲で
やった人物です。で、伊豆は、まあ、当然伊豆半島の真ん中にあるんですけれども、伊豆の沿岸部をまず警備しないと異国船には勝てない、勝てないというか、まあ、異国船の脅威から守ることができないという考えですね。だから伊豆半島の警備から、まあ、海湾意識を、受け始めるわけです。で、一番大事なのは、伊豆も大事なんですけれども、将軍の言う江戸城を守らなければいけないわけですね。江戸城を守るためには、どこを守ればいいのか、防衛線はどこにあるのか、江戸城の目の前にある江戸湾、現在の東京湾になるわけです。ですから、伊豆の沿岸部、それから三浦半島の沿岸部、そして、江戸品川の沿岸部という、そういうですね、とにかく海岸線を守っていかなくてはいけないということで、江戸湾防衛の強化を彼自身が牽引をしていきます。一方で、佐賀藩は福岡藩とともにですね、三大将軍、徳川家光の時代から、長崎の警備を牽引する大名です。交代交代で福岡と佐賀でやっていくんですけれども、とにかく、まあ、長崎は国際貿易港なものですから、そこを守らなきゃいけないんですね。で、諸外国に対して敵対をして、警備をするということではなくて、長崎の警備の場合は、貿易が円滑に進められるように常に警備をする必要があったわけです。で、有事になれば、佐賀藩ないし福岡藩が戦わなくてはいけないということで、江戸時代に通じて常に対外危機の、危機ですね、危機意識に、まあ、悩まされていたといいます。危機意識が高かった藩の一つになります。この鳴島家からですね、江川秀達が直接オファーを受けることによって技術交流が、始まっていきます。技術交流の柱は3つです。砲術、様式台場、そして反射炉ですね。で、鳴島ダリマスターがですね、確かに道場の方でですね、直接江川さんに声をかけまして、技術交流の相談というふうに発展していった、わけですけども、まあ、背景にですね、オランダ国王の、開国願望、欧米が迫っているので、すでに長い間付き合いのある、まあ、オランダと国を開いてですね、防御を図らませんかというような申し出があります。これは結果的に、まあ、断ることになるわけですけれども、長崎の警備強化のですね、必要性の実感を得ましてですね、開元年1848年の3月から両者の技術交流というのがスタートいたします。これは鳴島成政の江川秀達宛ての書簡、江川文庫さんが所蔵しているものでございます。達筆というか、なんというか、非常に読みにくい。古文書を読んでいるからする道具ではなるような、感じなんですけれども、崩し字に慣れてないとですね、これ非常に厳しいですね。見るだけで疲れてしまうという感じなんですけれども、まあ、鍋島はですね、とにかく反射炉を作らなければならないと。反射炉を作るのに、ヨーロッパのテキストで、まあ、ヒューゲニンという、まあ、方がですね、書きました、まあ、解放中等書の解読に取り組んでいるわけですけれども、それが、まあ、解読は済んだんだけれども、実際その反射炉を作るときの、技術者が不足しているということで、力を貸してもらえないということで、江川秀達にですね、まあ、声をかけてくるわけです。で、大砲中等のためのですね、技師を派遣してほしいということは、この書簡に書かれております。開元3年1850年の2月23日付の書簡ですね。ペリーに来る3年半前ということになります。で、まあ、これがそのヒューゲニンさんが書いた、現象になりますけれども、肉質ではないんで、印刷ですから、大量に発行するわけですけれども、こういうものが、まあ、日本にですね、輸入されてくるわけです。で、国会図書館に所蔵されているものは、これ幕府の旧蔵本でありますので、江川さんもこれを見た可能性がありますね。
配信するわけです。反射炉構築の唯一のテキストになります。ですから、江川家も佐賀藩も他の反射炉を作った諸藩も全てこの9年のテキストを、テキストから知識を得ていくということで、まずここの解読が必要になるわけですね。で、江川家には非常に優秀なオランダ語翻訳者がおりました。まず、こういう本になっている模範というか本になっているものを筆写して、筆写本を作るんですね。この間の筆写本を作る、その筆写本を和訳して、日本語に和訳してですね、それで知識を吸収していく、そういう流れになります。非常に分厚い本なものですから、解読にも相当な時間と労力を要したと思われますけれども、それを急ピッチで進めることができた環境が宮山にはあったわけですね。で、反射炉ですけれども、金属の溶解炉、大砲鋳造用の金属溶解炉になりまして、鉄、それから銅と鈴の合金であります製銅を、によってですね、大砲を作ることができるようになっております。で、その反射炉を作るところから相談が始まりまして、実際和訳しましたその築城書をですね、貸してほしいとか、実際その様式の台はですね、ヨーロッパの書物のテキストにしました、台場を作るということになるわけですが、そのためには本だけではなかなか分かりにくいんで、模型をですね、実際側の方で作って、佐賀藩の方に送ったりしております。右下にありますのがその模型の一つですね。品川台場を作る直前、作り始めてなんですね、老中の安倍正宏に献上したものと同じ方なんですけれども、安倍家には残っておりません。それから佐賀藩にも残ってない。で、江川家で唯一この形の模型が残っております。かなり大型の、模型ですね。展示の際に拝借をいたしましたけれども、非常に迫力のある木製材の模型になります。こういったものを、鍋島の方に対応しながら、進めていくわけですね。で、オランダのオランダ文人のカルテンの海上法術伝書でありますとか、フランス人築城家のサバールの築城書、これ古文字だとサハルドって出るんですけども、フランス読みするとサバールになります。これ、オランダの軍人エンゲルベルツの海岸防御書、そして先ほど紹介した旧原人の鋳造書ですね。こういったものが、主流になって、法術様式台場、そして反射炉、新しい形の防御というものがですね、出来上がってくるわけです。で、お台場を作るときには、いろんな情報をですね、テキストが得るわけですけれども、この後で実際の写真をご覧いただきますが、見た目はですね、白と一緒なんですね。石垣積みの白と一緒でございまして、構築技術としては、在来の築城技術、それから土木技術を応用する形で作っております。ですから、日本の石工さん、大工さん、それから鍛冶職人などの方々が、職人さんがですね、活躍することによって、台場、そして反射炉が出来上がっていくということでございます。で、交流の成果は次々と出ていっておりまして、まず長崎のですね、長崎の外側になりますけれども、上の島台場と、それから海岸の伊予島、今、伊予都市になってますけれども、台場ですね、これ、佐賀藩が完成をさせていきます。で、長崎県庁の反射炉ということで、で追字、築地じゃなくてですね、追字って言うんですけども、追字の反射炉、これはいち早く完成いたしまして、1852年の始末ですね。日本で初めてできた反射炉になります。で、続きまして、佐賀藩が完成させましたのが、田伏工技石宮委託場ということで、佐賀城の扇風に田伏というところがありまして、川が流れているんですけども、そこに幕府から受注した大砲のですね、専門の鋳造所を設けるわけです。石宮というのは大砲のことです。要するに、品川台場の大砲を作るために専用の鋳造所になります。これが1854年の9月
そして品川道会はですね、江戸湾の内海、内海にできたものですから、幕府側の資料の多くはですね、内海道会という意表記がされます。ただ、江戸湾、内海の品川沖にできていると思いますので、品川道会は、あるいは、品川台、南蛮台とかですね、そういう表記が当時の資料から出てまいります。こういうような形になります。で、台場も関してもそうですけども、どこにあるかっていうのを示すために、地名を頭につけるわけですね。二代目藩主といえば二代目にあるというのは一目で分かるわけです。ただ、台場に関しては、内海のお台場って書かれましても、どこの内海か分からないわけですよ。で、幕府の直轄事業ですから、江戸湾の内海というのは分かることは分かるんですけども、構築次第にですね、いろんなところから、現場に搬入していかなくちゃいけないのに、内海って書くとなかなか分かりづらいので、品川っていうのを明確に文字で残すんですね。で、品川沖というふうに書いていきますので、名前がですね、台湾の名前が、複数個存在するというのは全国的にも珍しい台湾だというふうに思います。で、順記、江川平太だけではなくて、おそらく、彼が抱えていた一門ですね、家臣含めた一門の江川家一門による設計によりましてですね、形が作られていくわけですけれども、ペニーが来て、1853年の6月に来まして、8月末から台場を着工いたします。1年4ヶ月かけまして、全12基計画中6基をのです、ね、完成を見ております。海の上を埋め立てて砲台を作るという、画期的な事業になるわけです。で実は10年後にもう一回、生麦事件の後にイギリス軍艦が圧力をかけてきましてですね、それでそれをきっかけにもう一度品川の台場を再構築するんですけれども、これはもう幕末の幕末でございまして、伊豆の方もですね、この後ご紹介しますけど、伊豆石という、安山岩ですね、石垣に使うような石材がだんだん取れなくなってきて、石材が高騰する、取れないときは石材が高騰するということですね。で、最終的に手配はしきれなくて、竣工まで至らなかったということになりますので、品川のお台場というのは、半分、計画の半分出来上がって竣工ということになります。で、こういう西洋のですね、どう使っていくわけですけれども、サバールの築城術入門ですね、これが一番の、テキストになっているかなと思います。このひし形の砲台が等間隔に交互に置かれております。これがまさに品川の台場と同じ形になっておりまして、こういったところからヒントを受けていきます。それからエンゲル別の海岸防御に関する方法とかですね、そういうものをいろんな知識を取り入れながら作り込んでいくわけですね。でサバールの出場者は1827年から28年の、オランダ語訳されたものが輸入されます。で元々は1809年から10年にかけてフランスの軍事士官学校のです、ね、テキストで作られていますので、品川台場を作る50年ぐらい前のテキストを使ってやっていくということになるわけです。フルカローがですね、何だろうかですね、その海域を守りさえすればいいわけです。ですから、時々言われるのは、品川沖なんで五稜郭みたいなのを作らなかったんですかっていうですね、質問をいただくわけです。五稜郭ほどの装備は必要ないんです。守れればいいですから、最低限の力、それから技術を結集して、最高の技術を結集してできればいいわけですので、割とシンプルな形の砲台ですね。出来上がっております。そして二代目藩主はこれが家の主導ということになりますけれども、安政4年、1857年の11月に竣工しております。江川家では江川秀達を軸に一門全体で取り組んでおります。海外資金に伴う一門を挙げてのですね、ヨーロッパ軍事技術の研究というものは、佐賀藩への全面サポート、プロデュースを受けまして、お互いのですね、相乗効果を、相乗効果によりまして、長崎の警備と江戸湾の防御の強化に直結をしていくということになります。日
未来の繁殖の原点というのは、鍋島との技術交流ということになるわけですね。はい、続きまして、2番目のですね、ベリー内港と品川大河府心というところに進んでまいりたいと思います。各自家フェリー、ベリー艦隊の江戸湾内港と大河艦隊の発足ということです。アメリカのペリーがですね、やってきたのは1853年海洋年の6月になります。アメリカの東インド艦隊、いわゆるペリー艦隊がですね、江戸湾の裏側にやってくるわけです。でこの時は、いわゆる黒船が4隻、蒸気船と帆船を合わせまして4隻、かなり大型の船でやってまいりまして、横須賀市の久里浜で外交を行う。フィルモア大統領の国書を聞きまして、また次の年に、次の年の春に、答えを聞きに来るので、考えておいてくださいというようなです、ね、そういう内容が、まあ、国を開いて、合意しましょうということなわけなんですけれども、ペリーが来まして、この6月3日に来るんですね。ですから、それも1ヶ月半後に、まあ、品川への大和市が決まるということになります。幕府の対応、当時の対応としては異例の早さと言えるかなと思います。で今日は大和の話なので話を進めていかなきゃいけないんで、ペリーさんはここで退出ということになります。もっと出てこなきゃいけないんですけれども、ペリーさん話してると時間が全然足りないんで、ここでも退出願おうかと。が今日もう一回ペリーが来ておりまして、1854年の正月ですね。今度は黒船7隻でやってきております。で横浜で外交交渉を行っておりまして、アメリカ薬局、言い換えれば日米和親条約というものを締結して、新たな日本と諸外国との関係、窓口が広まっていくという、そういう時代的な流れ。で6月3日に来て、12日にエドワンペリー艦隊退去するわけですけれども、退去してすぐの頃に、直後にですね、まずエドワンの、見聞を幕府が行うわけです。で、その中に江川さんが入ってくるわけですけれども、どこに大門、を作れば、ペリー艦隊というのを黒船を防ぐことができるかというのをですね、約1ヶ月かけてエドワンを見聞していきます。その結果、品川にするということになるわけですけれども、海洋船の7月23日にですね、当時、一番上です、将軍のすぐ下になるわけですけれども、筆頭老人の安倍政宏がですね、内海御庭園を内部の不審を命令いたします。命令先は、当時の勘定奉行であります、松平力元、川内俊明や、勘定吟味役、のですね、竹内康則、そして勘定吟味役、ちょっと下がる、を挙げてくださいと、この4名に対してですね、この内海お台場の築城は指示されます。矢印のところ、これ資料1ですけども、矢印のところですね、内海御庭お台場の不審なるとき、急速取りかかり騒動を構成なされそう、安倍政宏から、急速にすぐに取り掛かるように明示になりました。で、いろいろ書いてあるわけですが、まあ、とにかく今までにない大土木工事なので、ちょっと調べただけでは絶対完成しないから、とにかく思うの尽力して精力を尽くして、対応するようにということを、まあ、この最初のところで安倍政宏は言葉を残している。その中でも、お台場、右お台場取り立て方、かつ、据え付け騒動対抗至っての義は、太郎左衛門へ引き受け、仰せつけられ騒動はありまして、お台場の建設、それからそこへ設置する対抗の鋳造ですね、これに関しては江川さんへ全て任せるので、精一杯やる。いうようなですね、命令が下ります。7月23日をもって、大きく幕府のプロジェクトが動いていくことになります。
で、まあ、係のですね、発足、正式な発足は8月28日になりますから、安倍正弘の命令から約1ヶ月のうちということになるんですけども、道場でですね、内科医お題はご不審並びに、大筒に立てご用ばかり、まあ、名前ですね、名前の係が出来上がるわけです。長いんで、毎回言うのが大変なんで、ちょっと略させていただいてお題を書かせていただきます。これがまあ正式に江戸城で発足します。で7月23日、8月28日の間は、係の乗員をしながら、どん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 お題を作るための構築資材の調達に向かっていくわけです。でその1ヶ月間がおそらくかなり重要な期間だと思われまして、この8月末からですね、お台場が実際品川を着て作られるということになりますので、この1ヶ月間、1ヶ月ぐらいでですね、多くの場所と接触して、手配をつけたのではないかと思うわけです。で、この係自体はですね、発足当初68年というものすごい大規模な、組織でございます。同時期、アメリカの応接係であるとか、ロシアの応接係であるとか、いろんな地域の係がですね、幕府の中でできるんですけれども、数人単位なんですよね、多くても10人ぐらい、68人というのはですね、もう大門の係以外になくて、まあ、軍を抜いた人数ということになります。それだけ幕府が威信をかけた大道具事業であったということですね。それはこういった人数からも分かるわけです。最終的な人数、カウントしますが112名ということで、お金を出します勘定方、それからそれを見張ります見つけ方ということで、まあ、双方を協力しながら、作っていくわけですけれども、勘定方の方が人数が倍近く多いんですね。これはなぜかというと、勘定方の中に代官が入っているのと、それから実際、資材を切り出してくるため、切り出してくるときのですね、現場判断であります、普請方っていう部署があります、普請奉行と言われるんですけど、その組織、勘定方の中に入っているものですから、とにかくそこの人数が多いわけですね。そういったことで、まあ、勘定と目付けの数値のバランスが悪いということになる。まあ、いずれにしても大規模な組織ですね。で老中若年寄りは実際係の中に入っているんですけれども、係のリストから外れておりますので、まあ、実際はそうですね、発足当時は、70人、80人ぐらいになるかと思います。で、品川のお台場自体は江戸城発足、江戸城築城以来、約220年ぶりとなります将軍直轄の大道具事業になります。この CG ですね、フジテレビのタイムトリップビュープロジェクトというところが、まあ、制作したんですけれども、ちょうど世界遺産になったときに、ここでその様子を撮影していて、その後の歴史ドキュメンタリー番組2本作ってですね、で、そこのチームが作った CG です。お台場の CG を作るんだけれども、協力してもらえませんかって窓口に来たのは、プロデューサーさんだったんですね、後のプロデューサーさん。で、まあ、考えられる資料を、全て投入して、行ったんですけれども、まあ、作ったのは2012年だったと思うんですが、すごい技術だなと思いましたね、当時の。当時にしても、すでにすごい CG だなと思いました。お台場フジテレビの球体展望台から見た風景を CG に置き換えたいという壮大なプロジェクト。今でも十分通用する CG になります。まあ、こんな風景ですね。お台場でしたときは、このような風景だったかと思います。さあ、そして、話を進めてまいりますけれども、ヨーロッパの築城書や法術書テキストにお台場の設計を進めていくわけですけれども、そのヨーロッパのテキストをですね、実際に生かしたのはどこかといいますと、まあ、各お台場の役割、完成したのは6機、計画は11機、12機なんですけれども、それぞれの役割があるわけです。で連携をしないと絶対に戦えない。単独では戦えない。複数の台場が連携することによって防御をするというのが、台場を使った海軍防御のやり方になります。そういう役割であるとか、
それから大谷の平面図ですね、平面プラン、それから各施設の寸法ですとか、体操の中長等をどこに配置するかという、そういうところにですね、ヨーロッパのテキストというのは生かされているように思います。で構築するときは、在来の築城土木技術を応用しておりますので、まさに和洋折衷というところかなと思います。でこの図面はですね、今見せております図面はですね、これ1863年の、イギリス海軍が作りました海図の部分的なものなんですけども、ここにエドアンカレッジって書いてありまして、まあ、英国軍艦が停泊している様子が分かるんですけども、これは先ほどお話した生むき事件の後 の, 圧力をかけてきた時のですね、様子を海図に落としたものなんですね。でここの停泊場から北側に3キロの地点で下側の台場が作られております。で、当時の、お台場を最初に作った時はペリー艦隊ですので、ペリー艦隊の、大砲のですね、有効射程距離が3キロです。それから品川台場の大砲の有効射程距離が3キロになりますので、まあ、同じぐらいの距離。で、ちゃんと意味がありましてですね、ここに作られたという意味があって、お互いの大砲の飛距離をちゃんと計算しているということ、それからこの辺はもう、江戸湾の奥の方で、ものすごい遠浅なんですよね。遠浅なので、黒船級の蒸気船というのは、入れるところにはですね、限界がある。台場の目の前までは行けないわけです。で、ちょうど台場から3キロぐらい。南方のところに停泊せざるを得ない。でここから内側に入っていくには小舟に大砲を乗せかけて、乗せ替えて兵士を、乗せ替えてですね、まあ、来るしかないということで、対黒船という面ではちゃんとここへ作ったという意味があるわけです。で水深もですね、非常に浅くて、1メーターですね、深いところで3メーターです。大砲を作っている時は3月には潮干狩りができるようになってましてですね、台場を作っているわけで、一般市民が潮干狩りをしているという不思議な光景がですね、広がっていたみたいでして、それだけですね、まあ、浅くなっているということです。そこへ台場を一気に築いていくわけですね。そういう、まあ、地形的なもの、自然で作られた地形的なものと、それから黒船の台場を有効射程距離を全部その辺を計算して、江川さんはこの品川沖に台場の位置を定めたわけです。はい、で、じゃあその台場を作るときの構築資材の調達にですね、話を進めてまいりたいと思います。括弧2でですね、品川沖に集う構築資材、伊豆石丁場の石材調達ということで、この伊豆から切り出した石材を建前に使うというお話をいたします。でまあ、石材だけじゃなくて、いろんな資材をですね、使わないと、あの島は出来上がらないわけですね。でどういう石材を使ったかといいますと、まあ、一つは石材、それから木材、土砂、これは秋田湾というか、秋田湾、何にも入っていない空の俵のところです。でこれに米を詰めると米俵ですよ。で土を詰めると土俵という土のになるわけです。でそういうことで、空の俵を置きまして、築道現場に土を詰めて土俵にして埋め立てるということですね。それから野島というのは芝生になりまして、お台場最後土塁を作るんですけども、そこに芝生を張ることによって、雨の時の土の流出を防ぐことができるようになっている、まあ、いろいろ考えてですね、資材を調達してきているわけです。で図の1とにはこの後お見せしますけれども、こういう構築資材のですね、調達というのはお台場係の主導になっております。係役人が現地へとにかく出張をしまして、全部回答になるんですよ。これ差し上げますという献上じゃなくて、全部ちゃんとお金を幕府が出して買い取るわけです。で買い取るにしても、まあ、そんなに高いお金は出せないので、どちらかというと安い方だと思うんですけれども、とにかく買い取りです。そこがポイントです。で出張しましてこの大きさだったらいくらいくらっていうのは、見定めましてですね、で現地に資材が運ばれた時にお金を払うっていうシステム、ですから後払いですね。後払い
ネノワン、相模湾、駿河湾にまたがる地域から高知市代表に総務官を調達しております。で、幕府主導の、事業でございますので、幕府の直轄料から、こういったものを、集めてくるわけです。人と物を集めてくる、幕府の直轄料ですから幕領ですね。前は天領という言い方をしてましたけども、天皇の領地と間違いやすいので今は幕領という言い方をしております。幕領中心で、ですけれども、例えば伊豆半島ですと、真鶴のあたりは小田原藩の藩領になりますから、藩領から信頼を調達してくる必要がある。そして旗本領もございますので、こういったものは対象になりますけれども、多くは幕府の調達地ということになります。で、高輪の如来寺というところに、係の本部を設置しまして、いろんなところに、情報を出したり、ものを集めたりして、集積してですね、それで一気に作り上げていくわけです。で、高輪の如来寺の北側に千賀寺という寺があります。あの辺では有名なお寺かなと思います。その千賀寺の、目の前に、あったのが明治時代にあったのが高輪築堤というやつでして、海上鉄道です。今あのニュースとか紙面を賑わわせておりますけれども、高輪の築堤のすぐ後ろの辺りにあったお寺になります。で、とにかくあの多くの人たちが関わらないとこの大河大師反射炉には出来上がらなかったということですね。一つこう終えてお帰りいただければと思います。で、ですがですね、あの賃貸やってたらいけないわけです。で、とにかく迅速に正確に情報を伝達していく、そして短時間で構築資材を不審現場、要するに築造現場まで調達する必要がありました。で、先ほどご紹介しました飛騨に関しては、命令を出して、2日から4日で現場にですね納入するようにというめちゃくちゃな命令が出るわけです。で、幕府が命令を本部化して、村人に行くまでにそれなりの時間がかかります。それなりの時間がで、そのお知らせが村に届いてから2日か猶予があるということ。2日なり4日なり猶予がある、陸送するなり海上輸送するなりどちらでも構わないんですけども、とにかく2日から4日でですね、築造現場に送るようにという命令があります。とにかく数を正確に抑えながら、短期間で資材を調達していたということは、そういったところからですね、分かるわけです。で、どのように情報伝達をしていたのか、これはですね、あの今で言うと、分かりやすく言うと、今の階段版です。階段版。教会の皆さんで階段を回されると思いますけど、あれの規模は大きいものというふうに捉えてください。大官、幕府の直轄領であれば、大官が一番上にいますので、内観を通じて村の名主さん、内商屋さんに情報が降りてくる。で、そこを経由して村人の皆様に情報が行くというシステムなんですけれども、こういう階段版にはですね、2種類があります。一つは時間を指定しないやつ、会場っていうふうに言うんですけども、会場ですね、環境と言います。それから、お急ぎ便の場合はですね、時間を指定します。刻付け会場。これはとにかく緊急を要するやつです。大学の場合はおそらくこの国税会場がほとんどだと思うんですけども、何々村には何時、何々村には何時、時間を定めていて、で、受け取ったよっていう時に、藤さんが判子を押すわけです。で、すぐ次の村に回していく。で、それを正確に回していかなければいけない。で、一番最後の村が大官所にその書状を持って帰るという、そういうシフトで、正確に情報を伝達していっております。で、それは幕府の直轄領での話ですね。で、藩領とか旗本領というのは今一つまだ分からないんですけれども、小田原藩領では、石材出すんですけれども、幕府から小田原藩主、それから小田原藩の公認奉行代官、代官の家臣である手代、そして村主という流れで情報が伝達された。模様ですね。とにかく藩は入る
官僚の場合は藩主を経由しないといけないということでございます。で、これは図の1でございますが、まあ、スクリーンが大きいので図面を拡大しなくても良いかなと思いますので、このまま進めさせていただきたいと思います。構築資材の現時点のですね、お題の作りの構築資材の分布を示したものでございます。ここは房総半島、三浦半島、伊香保です。のでここは太平洋、江戸湾、相模湾、駿河湾ということになります。図の1になりますね。で、品川の台場はここ一番江戸湾と奥のところです。江戸城から約南に8キロほどのところに作られたのが品川。でここの台場を作るのにこれだけの資材を投入してくるわけです。いろんなところから。で、これはあくまで私が調べた範囲の分布なんで、まだまだ出てくるはずなんですけれども、房総が全然こう印が落ちてないというか、房総の分析が全然済んでないというところなんですが、まあ三浦半島、伊香保半島、それから、内陸部の方は、それなりに落ちてきているかなと思います。こういう情報というのはですね、幕府側の資料だけでは絶対に落とせないんですよ。地元の村の資料がないと落とすことができない。要するに発注側じゃなくて受注側の資料です。それが必要になる。村名主の文書、名主さん含めて村の役人さんの古文書というのは、こういうバックの一連の事業を見ていく上でも非常に重要になります。大官の資料も紹介してございます。これ細かく触れてこれだけに注意含めてるんですけども、ちょっと今日話し方まで話を持っていかなくちゃいけないのでですね、分布図は後ほどお帰りになったらお楽しみいただければと思いますが、これものすごい数のですね、資材を持ってきております。で、伊豆半島からは主に石材の調達をしておるものです。石材のうちですね、石垣とそれから石垣の裏ですね、石垣の強度を高める裏の面積、人の頭ぐらいの大きさ石材をこういうバサバサと入れるんですけども、そういったものに関しては伊豆半島産の石材になります。通称伊豆石というふうに言います。で、伊豆石町は石町場という石切り場のことです。で、伊豆石町場というのは特に江戸城の築城時に大規模にこう開削されているわけですね。で、台場の石材を調達できたというのは江戸城の築城があったからということになるわけですけれど、三代将軍家光の時代ですね、寛永11年、1636年、この2年後に江戸城の外堀が完成して、江戸城が完全に竣工する、30年かかって竣工するという時期なんですけれども、その時にですね、伊豆の大官から熊本藩の細川家が、伊豆石町から情報を得ておりましてですね、相模の国に早川ですから、小川ですね、それから伊豆の国の茂寺、沼津市茂寺のところまで、74箇所市町があるということが書かれております。で、そこから江戸城を作るときには石をですね、石を切り出しているわけですけれども、こういったところの石町場を再利用する形、あるいは新規開削をする形で、品川大間の、石材をですね、調達していっているわけです。で、これは資料2でございますけれども、江川秀勝がですね、石材の調達について触れている、手紙になります。寛永6年8月15日付でございますので、安倍政宏の命令が出てから約20日後になります。幕府勘定方のですね、岡田喜次郎と中村為也という2人に対して、江川秀勝太郎左衛門が出した書簡の写しになります。で、お手紙拝見しましたよと。で、お題は石垣、月石の木、何にも、いずれにもですね、伊豆より大きいらしいなされ、相当大相撲、というふうに書いてあって、お台場の石材はとにかく伊豆から出す。
ということは、江川さんの認識もそうだし、僕らの認識としてもそのようになっております。で、その2つがあってですね、2つ目ですね、善行、石の木、善行というのは ここのことなんです。図州にては大沢石、長州にては小松御影石、御用、しかるべく、当時の時は松井荘。資料の方では、お手元の資料の方では、資料の方ですね、この影を新しいという字で読んでいます。両方読めるんですけども、これを見かけにしておきたいな、消さなくて結構ですが、カッコで影というふうに書いておいていただけたらいいかなと思います。大沢石っていうのは、これ、おそらく時間溶岩の石材だと思うんですが、実際この後、この順に出てくるわけでもなく、お台場の発掘現場でも出てきてはおりませんので、これ詳細不明といったところです。曹州というのは佐賀の国ですね。これは小松石を使うんだということを言っているわけです。小松石は真鶴の特産ですね。安山岩ですね。安山岩というのは、火山の方と爆発しまして、溶岩が流れてきますですね。流れてきた溶岩が冷えて固まる。と非常に硬い石ができるわけです。で、それの一つが安山岩なんですね。小松石っていうのは箱根火山溶岩の石でございます。非常に、精度が高いんですね。安山岩を御影石っていう言い方はしないと思うんで、新しくいずれにしても新しく切り出した石を使うんだというふうに解釈、はしたんですね。ただその江川さんを疑っているわけでは当然なくて、疑ってるわけでも、ケチをつけるわけでもありませんのでですね、そういうふうに読み取れますよということだけちょっと提示させていきたいと思います。いずれにしてもずっと、真鶴のあたりからですね、石を切り出してき、てはいかがでしょうかということを言っておりますので、江川さんの知見というものは、お台場の石材調達にもしっかりと生かされているということがわかります。で、その伊豆石町はですね、品川お台場の築造では、約30箇所確認することができます。1850年代と60年代の1時、2時を含めて30箇所ですね。で、1回目、要するに最初に作るときは、寛永6年から、安政元年、53年から54年になりますけれども、これ図の2ですね、伊豆半島の東海岸、この、お手元の国と白黒だと思うので、少し黒く塗られている丸になるかと思います。画面では赤丸になっています。これが、1850年代の切り出しした場所。で白丸は60年代になります。で、読み込みますと、東海岸から圧倒的に多くですね、石材を搬出しているわけです。で東海岸に安山岩というのは分布しやすく、対して西海岸というのは境海岸という石材が多く分布しております。で、境海岸というのは火山が爆発しまして、火山灰とかですね、塵とか、いろんなのを巻き上げるじゃないですか。で、それが降り積もって、固まると境海岸という石になるわけです。で、西海岸ではそういった石材が分布しております。で、境海岸というのは比較的風雨に弱いんですね。で安山岩は強いんです。ですから石垣、海の上の石垣には特に安山岩が適しているわけですけれども、安山岩はそんなにたくさん取れるわけではありませんので、取れなかったものは広範囲で補うというような、ことをしているんじゃないかなと思います。でこれはですね、資料3でございますけれども、お題はですね、お台場を作るときには、出土現場にもいろんな人がですね、行くわけですが、この役人、現場監督の役人がおりまして、たくさんいるんですけれども、その中にですね、一人で高松彦三郎という人がいるんです。後に慶応施設でヨーロッパを渡る人なんですけども、非常に筆まめな方でございましてですね、1年半、お台場を作っている間に1年半、毎日全部仕事を。それが、基礎資料になります。今のお台場の研究の基礎資料になります。で、
西京馬に関しては、市議と技術が少ない。現場監督なんで、外へ出ていきませんからですね。石が、入ってきたとか、石船にいくつ石が乗ってるか、そういうことが出てくるんですけども、伊豆へ市長がいまして、あんまり情報がないんですね。で、その中で、ほぼ唯一と言っていいほどこう書かれているのは、この嘉永7年3月なのか、1854年の3月なのか、日なんですね。この4日前に日米和親条約、4日まで締結されております。この役人さんが、伊豆半島に出張しまして、切り出しを担当するということになるわけですけれども、この石切り出し場の村がですね、ここに書かれているわけです。曹州石橋村、ここら辺小田原ですけれども、米上村、根深川村、江戸村、真鶴村、吉浜村、大川村、ここまでで今の神奈川県ですね。締めて、村笠村。図州、伊豆の国に入りまして、伊豆山村、多賀村、これ上多賀村と下多賀村と2つありますね。で、伊東に入って湯川村、御新城と書いてありますところ、荒井村です。で、川田村、白田村、これ片瀬白田の白田ですね。で、稲取村、三鷹村、あれ、中間にこれ、これちょっとご紹介です。で、川津村、下田の須崎村、勝垣村、本郷村、締めて釣り村。今後もらった反射川という、未来側に作られる前の反射川というのが本郷ですけど、そして駿河国に入りまして、淵野村、1箇所ということで、全部で20箇所、数えられております。で、これ以外の資料にもですね、何箇所か村は出てきておりまして、少なくともこの1850年代の、石切り出し場は最低22箇所あります。年少となるともう少し増えてくると思うんですけれども、22カ所から少なくとも石を切り出してきていることが分かります。で、課題としては、この村のどこから切り出したか分からないということです。要するに石切り場、石丁場が特定できていないというのが大きな課題です。村までは分かります。その村の中にあるどこの丁場から大河の石を出してきたかというのは、ちょっとまだ分からない。1カ所だけ沼瀬特定できたんですけれども、それ以外はこういう状態なものですから、地元の自治体さんと協力しながら、幕末の資料に目を向け、江戸城だけではなくて、江戸中期、幕末の方に目を向けてですね、市長を見ていく必要があるから、そういう目で見れば、また新しい事実が分かってくるかなというふうに思って期待をしているところでございます。伊豆石の産地、多少紹介させていただきます。左村は、小田原の村です。沼津じゃなくて小田原の江戸村。右側は根府川ですね。左下が真鶴。台場に真鶴から石材出していまして、その台場もですね、昭和の、高度経済成長期に伴う東京都の実行で半分以上壊されております。で、壊されて不要になってしまった石材を産地で引き取ってですね、記念品を記念碑を作っているということで、これ真鶴にあります。この石材もですね、裏に旗がありますよね。で、これ頼朝、まさに鎌倉殿の13人なんですけれども、頼朝が隠れた、石橋山で負けて、頼朝が隠れた、洞窟の一つというふうに言われて、これ宍戸の岩や湯河原の真鶴にあるんですけれども、その頼朝が隠れた目の前に台場の石材が、その前に漁港がございましてですね、真鶴の日からそんなに離れてないので、観光にはいいなと、そんなにかからずに真鶴半島を一周できるんですね。時代を超えて、やはりこういう施設が集まるのかなという気はいたします。で、右下は東海岸の石丁場ですけれども、熱海の曽我浦石丁場というところです。で、左上は下田式根の、下田市式根のですね、本郷石丁場、妖怪町場です。で、右上はですね、南伊豆町天使というところに、1860年代のですね、石材継ぎ出しの、帳場、ここに帳場があったんですけれども、それをですね、記念いたしまして、こういったものが記念碑というものが建てられています。中身を読みますと、記念碑というよりは供養とかなという気はいたしますけれども、南伊豆にある。そして沼津、
カチノというところですね。カチノの小井戸市長は、背中に荷物を小井戸市から来ていると思うんですけども、小井戸市長は、ここに関係ないかと思ってます。沼津市の市長が調査によってですね、明らかになりました。でこれはこの後ご紹介しますけども、文献、要するに古文書と、実際の石切り場の調査が完全に合致した事例になりますと、ここは唯一、お台場の市長側として特定できたと、口の方の小規模市長というところでございます。こういうところが少しずつ増えてくるといいかなと思っています。口野の小規模市というのはどこかといいますと、今日の沼津市と伊豆の国市の市境ですね、大帝山という山があると思います。大筒山とか大帝山。それの西側の斜面が沼津市なんですけれども、土佐のところです。それの西側の斜面がお台場の市長になっておりました。かなり急斜面なので、製品材を切り出して、搬出するには非常に困難だと思わないということを、沼津市の方が言っておられました。果たしてどれだけのものが切り出されたのかはちょっと疑問だという、知見を得ております。はい、でそうやって、まあ、製品材がたくさん切り出されてきましてですね、お台場が出来上がってくる。でこれお台の半分に切ったときの爪になります。で石をそんなに積んで大丈夫なのかという話ですね。海の上へ埋めたくて、大丈夫なんですね。でそれだけの、強固な基礎を、築いております。お台場を作るときにですね、まあ、このドタンクアと呼ばれる田がですね、横須賀のあたりから切り出しができるんですけども、田がというのは水を通さないので、それを埋め立てること海中に投棄することによって海水の侵入を防ぐことができるようになっております。これを満潮面もあって、満潮面の上まで一気に埋め立てます。これあれです。満潮面の下になっているんですが、発掘調査の元に爪を起こしているものですから、実際はもう少し高いです。で入らないようにして内側の本体を埋め立てながら作っていくという形になります。で水深1メートルから3メートルぐらいで埋めていくんですけども、石垣の総重量というのは相当なものですね。5メーター、6メーターぐらいの高さの石垣でございますので、それを支える強固な基礎が必要になります。長さは6メーターぐらいのですね、松と杉の、一本の杭、まっすぐの、伸びた一本の杭を等間隔に、地面の支柱の方に打ち込んでいきます。でその上に、スノコのようにですね、木を乗せていくんですね。土台っていうんですけども、それを乗せていってがっちり固めた上に石垣を組むというそういう作り方をしております。でこれは、実際道場の格好でも出ておりましてですね、湿地帯にあるいは海上を埋め立てるときにはこの方法が一番適しているということになりますので、まさに道場から続く伝統的な築城技術、土木技術というのがお台場の地区にですね、生かされているということが分かるわけです。でこれお台場ですね。お台場の写真で、第三台場と第六台場、第三台場の石垣、そして第六台場の石垣ですね。高さ大体5メートルぐらいになっております。後ろにあるのが、レインボーリッチです。で第六台場の鳩場、船着き場のところを調査しましたところ、こういう風景が、この石積みを見ることができます。この角のところを非常に丁寧にこのみでこう加工してまして、江戸切りという伝統方法なんですけれども、江戸城の石材にも見ることができます。でその両脇ですね、ピラミッド状の突起がたくさんついたビシャンという石工道具があって、それでバン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 とこう表面を叩いていくことによって凹凸を出すという技法があります。これも江戸城以来の情報でありますので、江戸城から120年お台場を作るときに時間が経ってますけれども、しっかりと技術が生かされたということが分かるわけです。はい、では獅子浜の駿河の国のですね、口のとったら獅子浜の石の切り出し事例をですね、触れてから反射団の方に話を進めていきたいと思います。で今回まあ、反射炉を取り上げる必要がありましたものですから、仕切り出しの細かく読む時間がなかったので、ダイジェストでちょっと
2020年のですね、ちょうどコロナが一瞬落ち着きを見せた10月を狙ってですね、沼津の調査をさせて行かせていただいて、内科関係の顧問予算数ですね、見出すことができました。口の、それから獅子浜ですね、確かに潜在を切り出したという資料をですね、見出すことができましたので、多少の時間でございますが、紹介をさせていただきたいと思います。当初、これ、口の村です。口の村の朝、初日越し山で、ね、九島よりお台場ご用意し、ここです、お台場ご用意し、おいおい切り出し、捕まっていそうとあって、九島っていうのは、これ、おそらく嘉永6年の冬、1853年の冬です。で、そこでですね、石材をですね、切り出しを始めた。で、治兵衛という、おそらくこれ、口の村の村人のところなんですけども、石工さんですね、が受け負って、いたんだけれども、一人だと思っていたら、もう一人実は受け負い人がいて、安次郎っていう人がです。安次郎っていう人がいて、その人は嘉永7年の4月から、翌年の4月から切り出しを始めた。まずそれは聞いてないっていう話になって、揉めてしまうんだけれども、一人のはずが二人になって、で、それがちょっと予想外の出来事だったものですから、すぐに見合わせて、休止に追い込まれた。で、そんなことをしているうちに、駿府城の石材御用がこの直接来たみたいでしてですね、切り出しを始めることになったということで、お台場の御用石の切り出しが遅れるんですね。で、駿府城の石材御用っていうのはどういうわけか、それ勘違いとか手違い、情報伝達がなんか間違ったのかどうかで、どうだったのか分かりませんけれども、切り出しが実際に命じられてないということで、手違いがありましてですね、この時期一番大事であるお台場の御用石切り出しに遅れを取った、非常に遅れを取ってしまったということで、お詫び申し上げますということで、この治兵衛さんと安次郎さん揃ってですね、村田の死にまずお詫びをした、それの証文のですね、下書きになります。まあ切り出しは休止なしと思いますけれども、実際にですね、嘉永6年の、冬から、切り出しを始めている、お台場の用意しように切り出しを始めているということは、この手紙からですね、読み取ることができるわけです。で、口野の書院師ってのはどこかっていいますと、ここになります。ここ二代目大館所、江川邸があるところで、反射炉ですので、今我々はこの辺でしょうか。ちょうどこの辺が市境になってまして、大邸山の西側の斜面のところは所要市になります。もう地名としては分かりません。ここです。で、水戸、このシーパラダイスのある水戸、まあ、野浦があって、獅子浜があって、ずっと上がっていくと神奈川の河口があると行き着きます。で、沼津城ですね、こういう位置関係になります。ですから、この会場から一番近いお台場の市長は、この土野の所要市になるのかなというふうに思います。で、この土野の小越と、隣村の獅子浜というところからですね、石材を切り出したというのが沼津の資料で明らかになっております。で、2通目はですね、同じ、まあ、足立家というのは名主さんなんですけども、江戸の商人であります伊勢谷治兵衛という人が、土野村の隠居さんですから、先代ということになるかと思うんですけども、当てた肖像になります。口の村から墨石16本、蛇口石15本、剣地石12本を切り出したということが書かれています。墨石っていうのはですね、石垣の角のところにあたる石材です。で、蛇口石っていうのは、これはお台場の、裏側、今残っているお台場でいうと、レインボーブリッジ側なんですけども、船着き場があるんですよ。で、船着き場の下に排水溝があるんですね。で、その排水溝、蛇口そらその排水溝を形作るための石材、蛇口石というふうに言っているんじゃないかなと思います。それから剣地石という2本、剣地石というのは石垣の一つなんですけれども、我々が石垣を見ると表面しか見えないんですよね。そこを、まあ、石垣の石材、面って言うんですけれども、
直方体じゃなくて奥に入れる方、要するに見えない方ですね。そこを細く加工します。四角錐状に石材を加工してくるんですけども、その形状のものを検知しっていうわけです。でその12本は計43本ですね、切り出したということが書かれております。でやはり一生は分からないんですけれども、1通目の書簡で口の村の醤油越しというところから石材を出しているということが分かりました。全体の内容を見ると、この1通目2通目の資料は、書状はですね、内容的につながっているというふうに見えますので、この醤油越しの帳簿は大量の帳簿として特定してもいいんじゃないかというふうに考えます。で、沼津さんの市長は調査によってそれが確定していくわけです、確定してきたわけですけれども、これが大きな成果かなというふうに見ておりまして、他の自治体あるいはまた他の沼津市の他の地域ですね、もう少し見ていくと、よりお台場地区の実態が見えてくるんじゃないかと期待をしているところです。話したのは恐らく野浦湾のところだろうと思います。で3通目は、隣の獅子浜というところの名主の方のですね、上松家本町いうんですけども、獅子浜、これはですね、年号がちゃんと書いてありまして、開園7年1854年の2月ですね。獅子浜村の役人が伊藤湯川に出張しているお台場係のですね、落合正之助に対して出した手紙になります。村内の石材切り出しについて、願いを出したものになります。で、古文書ではですね、両親の千葉屋州に海岸筋の場所の切り出しは、許していただきたいということを書いた。両親の千葉市ですから、お林、沼津藩主のお林だと思うんですけれども、そこから海岸までのルートに関しては、切り出しは避けていただきたいというふうに願いを出しております。でなぜかというと、漁師用の漁師さんが使う網引き場があると、それから、石材を切り出すと、木材を切らなきゃいけないから、お林木がですね、主に減少しまして、植え直しも大変であるということ。それから石を出すということは海中に不要な石材を投棄するということになりますので、そういったことが起きますと、漁業に支障が出るので、返上をお願いしたいということを言っております。でこれは沼津のですね、獅子浜の大久保山、今も石材実は切り出しているんですけども、そこの山頂付近から、見た風景ですね。でここの海岸筋の部分は避けていただきたいんだけれども、代わりに隣にあります両方院というお寺の境内に山ならば良いですよということをこの後言うわけです。中に高く四角で囲ったところが両方院になります。で、両方院の境内山を提案しているわけですね。でこの時期ですね、伊豆の国国内での石材調達というのは遅延しています。で、開園7年の1月にですね、お台場から、ごめんなさい、江戸からですね、お台場の御用係の一人であります、松本兼七という人がですね、この伊豆市場に派遣されているわけです。10日間派遣されているわけです。ですので、伊豆の国の石材調達を進めるという目的に加えて、石材が足りなくなっているので、駿河の国も少し追加をして調査をしたということになるかと思うんですけれども、ちょうどその時期がですね、嘉永、7年の1月2月頃ということになりますから、真鶴周辺、小田原藩でも真鶴周辺の石材調達がおそらく先に進んでいるだろうと思います。伊豆の国の方が広いと思うんですからね、市町村の範囲としては広いもので、なかなか全域調査できないと思いまして、遅れを取ったのではないかと思うんですけれども、こういうことをですね、進めながら石材を切り出していきました。幕府の御用でございますが、絶対命令では実はない。こういうことをこういう書簡を見る限り絶対命令ではございません。急ぎの御用ではあるんだけれども、ある程度地元の事情に配慮しながら石材を調達していくいうことが分かります。そういったものを考慮してもですね、1年半弱の期間で6個の海上砲台を作るというのは、も
ものすごいことなわけですね。そこがやはり評価されるべき一つのポイントかなと思っております。で、最後、話し合いの方にですね、進めていきたいと思いますけれども、江戸、佐賀、稲山の中宝事業ということで、まず品川大五郎の大宝鋳造について見てまいりたいと思います。で、お台場というのは海上砲台でございますので、360度守ることができないと全く意味がないと思います。これは第六台という台場なんですけど、図の上の方があの南側になりますので、外国船はこちらということになります。で、まあ、まずここに大砲を置いて、迎え撃つわけですけれども、そこで迎え撃てずに、この間を抜けて、江戸の方に入られた場合、入られた場合は、この裏側、後ろ側の大砲が、江戸の沿岸部の台場の大砲と協働しながら迎撃するという、そういうシステムを取っています。で、360度防御というのは、なかなかこの当時ではなかなかない施設でありますので、ヨーロッパの書物を参考にしながら設計をしているなということが分かります。で、とにかく前面には飛距離のある可能砲を置きまして、背面、要するに後ろ側の方には、そんなに飛距離のない包囲する砲というのを置いています。後ろに可能砲を置いて防御をしますので、の支柱をしますものですから、その辺はちゃんと計算してですね、配置をしておるところでございます。ただ、お台場のその大砲の難しいところはですね、資料が少ないということなんですね。配備されてからの資料が少ないということで、何も、いくつの大砲がいつの時点で置かれたか、細かく見ることができないんですよ。で、確実に分かっているのは、1860年から61年の約1年ぐらいしかない。図面は残ってますけども、年号は書かれてないとかですね、ありますものですから、なかなか難しいので、この状況を見ていく必要があるかなと思います。で、1853年8月時点、要するにお台場が築造始まるとの時点では、江川秀達は以下のように見積もっております。80ポンドというかなり大型の大砲になりますけども、80ポンドボム可能砲、これは炸裂弾ですので、普通の大砲弾じゃなくて、火薬とかも、鉄片とかを砲弾の中に入れて、ボンってぶつかったときに爆発して殺傷能力を高めるという、そういう、驚異的な大砲があるわけですけれども、それをですね、ボム可能砲というわけですね、これを50も作りましょう。50本作るのに、銅、鈴と鉄それぞれ必要になるわけです。製銅砲を作りますので、銅と鈴を使う。で、鉄製砲を使う場合は鉄だけでいいわけですね。で、大砲を作るんだけれども、大砲を作っただけでは、ダメですよね。そのまま地面に置くわけにはいきませんので、動かせるようにしなきゃいけませんから、車が必要になるんです。大砲の下に置く車です。砲車って車台っていうんですけども、それを同じ数発注します。これは木材でいうと月と橋、かなり高いですね。それを用意するということでございます。ただこの時点では、お台場を作る数が決まってないということが書いてありますので、これは8月上旬の記録だと思うんですけれども、そのお台場の数が確定しない限り検定できないので、まずは80本と重可能を20本と、少し小さめの24本の可能砲10本を鋳造して、お台場築造と並行して行いましょうということを言っているわけですね。で、お台場が一回出来上がってから、1855年の2月にですね、13代将軍家佐が上覧で、台場の行動した演習を行っているんですけれども、そこで69問配備されています。佐賀の、この後お話する佐賀の台本はまだ来てない。二代目はもうできていないということになると、どうで作った大砲でしかないので、この湯島というところでですね、作る大砲が29門配備されているというふうに見えるのかなと思います。で、お台場の最初期のですね、大砲を、多く出したのは、この江戸の方ですね、湯島桜川大津板倉というところで、幕府の製法になります。で、恥の丸にしてませんので、
宝を使いまして、溶かしまして、制度を作るということになります。で、こういったものはもうほとんど現存しておりませんで、現在東京のですね、靖国神社優秀館の野外展示に本だけ置かれております。これが制度法では唯一、まあ、品川内に配置された制度法としては唯一かなと思います。で、鉄製法は、おそらく戦時中の教室で全て取られているかと思いますので、まだ見つかっておりませんでした。で、もともとですね、この大筒に建てたというのは深川ですね、海辺の深川のところで敷地を用意していたんですけれども、設計変更がされまして、湯島の方に移動しております。湯島制度があるみたいですので、お茶の水って呼ばれる場所ですけども、その辺にですね、大筒に建て場を作っております。地関係このような形で、まあ、ここだったお台場のすぐというか、割と、北と東側からになるの沿岸、今の江東区の辺りに、反射炉が大筒に建て場を作ろうとしたんだけれども、設計変更で、どちらの方の湯島の方に、作ることになった。まっすぐ出せる立地だったんだけれども、江戸城外堀を経て隅田川経由で来なくちゃいけなかった。そういうことが起きております。でこれは宝ですね、腰器を使って大砲を鋳造する様子の、ですね、反射ができる前はこのように宝を踏んで、手伝いし、胴を伸ばしてですね、いかだに流し込んでおりました。で、幕府の鋳造大砲もそうですけれども、もう一つ、必要になったのは佐賀藩の大砲ですね。佐賀藩の那須高木知り合い風城というところで、作りました鉄製砲になります。幕府はですね、最初200門発注するんですけれども、受注したのは50門になります。36ポンド砲と24ポンド砲、25モンドの50門。ということで台車付きで発注をかけております。で、江川秀達はですね、この大砲鋳造に大きく関わっておりまして、この50門を決定付けたのはどうも江川秀達の意見によるものと思われます。資料4です。昨日ご覧時ご覧そう鍋島秘伝の館で仰せつけられてくれた大砲の件。東大場のトップであります松平河内の神に対して江川さんが出した8月14日、開業年の8月14日付の、書簡になります。で36本と24本と25丁ずつの全部で50丁ですよ。で、この数を佐賀藩の方に発注すれば向こうは分かっているから、細かいことは分かっているから、詳しく伝える必要はないということを冒頭に書いてある。細かく伝える必要はないけれども、大砲の土台になる台については指定しておいた方が良いだろうということで書かれているわけです。で、まあ、カタカナがずっと並んでるんですけども、キュストアスフォルトって書いてあるんですね。これが、台場に備えている大砲の放射の形式、キュストアフォルトって書いてあるんですけども、実際の発音としてはアフホイトになるようですね。オランダ語ですね。で、50門ということで、まあ、指定しておりますので、江川の50門指定というのが佐賀藩へのですね、直接の発注につながっているということが分かります。これが僕の資料で見ることができるわけです。で、実際に達成の維新や伊達城などでは調査を行われて、大砲の型なんかも出動しておりますですね。で、江戸の湯島は佐賀藩の大砲、佐賀藩製の大砲以外に、水戸藩が作った大砲であるとか、警備担当藩の押し、押し藩、松代藩が持っていた大砲などが備えられております。そして、宮山反射炉もですね、江川家の製法になりますけれども、目的は品川内場に大砲を送ることをしてあります。で、そういうふうになったんですけれども、工事が遅れましてですね、南の反射炉から大砲を品川大砲に直接送ったという記録は今のところ見つかっておりません。これからまだまだ研究の余地があるかなと思いますけれども、実際18門注文しておりますがですね、なかなかまだ来ていないということでございます。
ちょっと時間が迫ってきましたので、この最後の部分だけ少し5分ぐらいでですね、ちょっとお時間頂戴できればと思います。反射炉を取り立て中にという、近年ですね、伊豆の国市さんが全部活字に起こされておりまして、大幅に研究が進むところもありますが、ここから少し、技術を引っ張っていきたいと思います。この二代目に反射炉を作る予定ではなかったです。下田ですね。嘉永6年の7月にですね、江川秀太氏が下田付に反射炉の築造を2枚で、お台場を作る1ヶ月前です。目的としては、下田の警備に加えまして、新しく作る品川台場用の開口、中央のためであります。出費を減らすために、製造法じゃなくて、鉄製法鋳造を進展をしたということですね。でこのあたりは、佐賀と江川県との間で技術交流が終わってきていますので、そういう技術のフィードバックをする、佐賀に行った技術をまた戻してくるということで、さらに強固な反射炉を作ろうとしたと思われます。で作る場所は、下田の本郷村というところで、幕僚ですと江川太郎さんの大官ということになりますけれども、本郷村の鋳造場というふうに出てきまして、村の石帳場、内場に石材を出したです、ね、石帳場の裏手になるかと思います。今バス停で反射炉っていうのは東海バスのバス停でございましてです、ね、その辺が跡地というふうに言われております。でちょっと細かく読んで、時間がなくなるのでございますがですね、最初のところ、ここが重要です。これだけの、開放するのにこれだけの資材が必要ですよっていうのが、書いてあるんですが、この2次はここなんですね。2次は、内海お台場お据え付け、お据え筒の位置、先鉄を持って鋳造を設けられそうというふうにありました。品川台場を作るために、この下田の反射炉を作るんだということ。ここで明記しているわけです。ですから品川台場と二代目に移りますけど、この反射炉というのは一体のものというふうに考えなければいけないんですね。で、タイプライン、反射炉というのはご存知のとおりタイプラインまで出来上がっております。先ほどの係長さんのご報告にございましたけれども、タイプライン の原材料というのは奄美山中の梨本のオーレトルコがいます。塩土です。それを厳選しまして、タイカレンガというものを作っていきます。で湯ヶ島ですので、下田までその流れがないですね。下田で反射炉、下田の反射炉で大砲を作れば、下田の港から、直接品川の方まで出すことができるということで、立地としては非常に良かったんですね。そういったところからですね、ちゃんと計画をしていったわけですけれども、ですけれども、二代目への移転を余儀なくされてしまう。嘉永7年の正月、ヘリが2回目来たときですね、3月末までいるんですけども、3月27日にアメリカ人水兵の1人がですね、反射炉の築造現場に侵入をしたということで、現場を見られたんですね。で、これがかなり大きな痛手でございまして、安倍正弘が築造地を変更するように命じております。で、築造地変更の場所は田畑区中村ですから、二代目反射炉もできるところ。この移動はですね、非常に大きな痛手になったと思われます。で、侵入の 1日前にはですね、もうすでに幕府の方からですね、下田での建設はもうかなり厳しくなってきているので、二代目近くへ移転したいということを言っております。建設を見合わせる旨の救護養生が到来したということでございますので、下田は便利な場所ではあるんですけども、既に開放地になるんですね。なので、外国人の出入りが非常に激しくなるということを想定して、これはもう下田ではできないだろうということを、考えたようでございます。で下田の奥の方ですね、二代目反射炉が、下田の反射炉ができている場所でございます。で4月17日になりまして、撤収作業が終了すると。で、資材自体は、下田からですね、沼津の水戸と沼津の方まで運んで、船で運んでくる。で、水戸の着船分は江戸浦、沼津の着船分は歌舞伎で受け取るということで、4月以降に、現場で受け取ることになっていた
ようでございます。ちょうどこの頃は内場の石材調達という口のとか、獅子浜の方がですね、切り出しを行っていたと思われますので、かなり現場は混雑しただろうと、想定ができます。で、位置関係ですけれども、稲葉台場所と反射炉が出てここの場所ですね。で、水戸と江の浦換気、ここで資材を上陸させるわけです。で、換気で出したものはおそらく鹿野川を使ってずっと下っていけばすぐに反射炉ができる。で、水戸はですね、この辺の水戸を使っておそらく陸送するんだろうと思いますけれども、江の浦のあたりを使いながら反射炉の方に資材は運んだようでございます。で、二代目反射炉自体はですね、6月7日になりまして着工いたしました。で、基礎となります杭ですね、松で作る杭を、打ち込み開始いたしまして、4月1日までかかっている。これも1ヶ月かかっているというのはちょっと、事業としては少し遅れ気味なのかなというふうに思いますけれども、そうした中でですね、南西の東海地震が発生をいたします。日記には別状なしと異常ありませんというふうに書いてあるんですけども、レンガに歪みが出たということも聞いておりますので、影響は少なからず出ただろうというふうに思います。で、この地震でですね、津波が発生いたしまして下田に大きな被害が出ました。ロシア軍艦のディアナ号が南下したのもこの地震でございますね。で、ですから下田の反射炉の建設地も津波で、壊されたということになります。で、災難はさらに続きまして、事業を主導しておりました江川秀達が、翌年の正月、1855年の正月に江戸の屋敷で急逝をしました。息子の秀俊が後を継ぎましたけれども、主導者の急逝というのは何よりの大きな影響を与えたのではなかったと思います。で、実際はですね、江川秀達が亡くなって1ヶ月後にですね、二代目反射炉の1番と南側の炉で開放の鋳造を開始しております。で、1860年までに18コンロ管の方を4本、作っており、それから幕末にかけてですね、もう少し小型の大砲を14本作っているんですけれども、うまくできないものが多かったですね。傷ができて実際打てないとか、ね、そういったものが多かったようでございます。できなかったからというと、二代目反射炉の価値が下がるということはではもちろんないんです。で、いろんな要因があって、作れなかったということでございます。下田で作れていれば、あるいはですね、歴史に申し訳ありませんけれども、あるいは、もっと早く反射炉が完成して、タイムを品川に出すことができたかもしれない。この辺はもう推測でしかございませんですけど。反射炉のタイムがあって、ここで燃料を燃やして天井に熱が反射すると鉄が溶けて鋳型に行くように、熱が天井に反射するので反射炉と呼ばれているわけですね。で、鋳型でできた開口に穴を開ける必要があるので木に切り台というものを作って、熱いうちに開口に穴を開けちゃう。これが開口を作る時の仕組みになります。で、こういった鉄製法をいろんなところで作っていくんですけれども、佐賀藩で作った鉄製法がですね、台場の耐火試写演習で爆発事故を起こしまして、その鉄製の耐火が爆発したというのも、また未来の反射炉での、鉄製法鋳造にも影響を与えたというふうに考えられております。では最後にまとめさせていただきたいと思います。4つほどのポイントでまとめさせていただきました。江川家によるオランダの書物の研究、蘭書研究がですね、佐賀藩との技術交流を見まして、長崎県と江戸湾合意双方の強化に直結いたしました。品川の御台場築城というのは、江戸城築城以来となる幕府の威信をかけた大道具事業でありました。2つ目はですね、品川御台場築城というのは、西洋の知識と従来の築城技術、土木技術の応用によって、竣工しました幕府初の海上砲台でございます。江戸湾、相模湾、駿河湾にまたがる広域の地域からですね、構築資材を調達いたします。調達には地域の協力が必要、地域社会の協力が必要ですので、彼らの協力なくしてはできなかったということは言えるでしょう。中でも伊豆半島での伊豆市長の調達が最も大規模な事業になりました。
3番目としましては、品川大台場市場から大事業となりました海保中蔵ですね、江戸の湯島の伊達場と佐賀藩の達成の伊達場、ここで作られたものを中心に配備を進めていきました。品川大台場用地ですね、品川大台場用の海保を中蔵する目的で配置されました本郷村の中蔵場、下田の反射炉というのは、伊田山への移転、大地震への地震の被災、それから今秀勝の旧姓などが影響をしまして感染が大きく遅れました。その影響はですね、感染の方に来まして思うように注文ができなかったものですから、その後の、品川大台場の配備というのは今のところですが明らかになってはおりません。しかしながらですね、まあちょっと後ろ向きな終わりになりそうなんですけれども、しかしながらですね、幕府と伊賀県佐賀藩の威信をかけて、行いました品川大台場と二代目藩社の築造に注がれた技術、ここが大事です。人材育成、とにかく人材を育成します。それとともに、近代のメタで、それは製鉄事業などもですね、諸方面に着実に受け継がれております。現代に受け継がれております。この一点をもってしても二代目藩社の価値が非常に高い。その結果は世界遺産ということになるんだろうと思います。で、明治になりますとですね、1872年に、品川横浜間で日本初の鉄道開業に至りました。その鉄道開業でありますとか、工業施設建設などはその、着実に手伝われた技術の集大成、ということになるかと思います。ちょうど今年の5月、6月、医療歴に6月ですね、にですね、鉄道開業150年を迎えます。おそらく、盛大なセレモニーが行われると思いますけれども、この鉄道開業150年を機にですね、幕末の技術、思いを馳せていただければと思います。少し時間が過ぎまして申し訳ございませんでしたけれども、今日の講演ですね、これで終了とさせていただきます。最後までご清聴いただきましてどうもありがとうございました。